なんか悪そうなやつになっちゃったんだけど。なんだ？今のはなんだ？あれ、俺なんかやばいことしちゃったのか？もしかして。この感じは、私を追っていた、そうだよね。やべえ、これは完全に奴らに利用されたっぽい。なんとかしないとまずいんだ。これはまずいですよ。え、どうなっちゃうの？なんかあのジジイが吸ってる。なんかやばいんじゃないこれ。なんか、ジジイの目論見は失敗したっぽいな。それはそれでいいんだけど。いや。あ、ちょっとジジイが強くなってる。押されてるんですけど。押されてるよ。負けないで。なんかできんのか。いや、できないっぽい。いやー、ちょっとこれはお願い、勝って勝って勝ってくれ。どっち、これは勝ったのかな。あのジジイの企みは防げたのかどうなのか。これは私はどうすればいいんだ。あ、なんか戻ってきた。あ、よかったよかったけど大丈夫なのかな本当に。これは？なんか変なキャラが出たよ今。もういいの？もう良いのか？とりあえず戻ればいいのかな？戻っちゃうか。お、もうすぐ終わりそうですね。いや、さっきのジジイとの対決はすごかったね。なんかスーパーブドウ伝のような、わかる人はわかるけど、ドラゴンボールのね、スーパーブドウ伝でさ、こう、カメハメハとか打ち合ったら、あんな感じでさ、で、連打して、負けた方に全部行くんだよね、確か。なんかでもさ、なんとなくなんだけど、俺もう一山ありそうなんだよな。そんな気しない？お？水が戻ったってこと？とりあえず、めでたしめでたしって感じでいいのかな？あ、もう完全にもうエンディングに向かってんな。これはもう山ねえな、多分。多分だけど。そうだ。おばあさん。おばあさんのスープ飲みたかったんだけど、寝てやがるな。
とりあえずもうこれでみんな寝てる？シャピック今思ったけど、はしごの登り方が面白い。まあいっか。今見た、ちょっと見てみてこれ。この登り降りの仕方よ。どんだけガニ股なんだよ。あ、なんだ？何ですか？なんか来たんだけど。ちょっと待ってよ。そこに行く前にさ、なんもない？ん？あー、なんか、隠し要素かなんかが、あんのかな？これ。これこっち行って行けんの？行けるっぽい。ちょっと待って、なんか変なエレベーター来たけど、その前に、ちょっと、あ！ホッパーくん！ホッパーくん！起きて起きて。お前シャピックそんなキタキタウジやってる場合じゃねえだろ。お前、感動の再会なんだって。なんて無表情な。これ、待って待って、この、こっちの家は？なんかある？なんもないかな？よし。いや、よかった。ホッパーくんは、これはギリ無事と言えるのかな？ちょっと目覚ましてほしかったな。目を覚まして、最後の挨拶をしたかったけど、あれ？あれ、精霊ちゃんが来ないんだけど、こっちに。ちょっと待って。待って。いや、行こうよ。なんでこっちに来ないの？え？え？あの子来ないの？え、お別れ？ここで。お別れでいいんかな？あ、来たわ。なんだよ。え、どこ通ってんだよ。お前どこ通ってんだよ、今。さあ。なんであんな場所にあんの？そのエレベーター。っていうか、なんでそこに畑があるんだよ。まあいいや。これは、うわ、なんか。ああ、なんか、検疫されてる。これで？なんか、あ、かわいいリスがいるけど。この人さ、どういうことよ？ずっとここにいたの？あの畑の地下に。畑の地下でずっと研究してるってどういうこと？電話？あ、名前もわかんないもう一人の博士か？これはついていっていいのかな？多分。あ、リス。懐かないな。懐いてほしいけどな。まあ、キツネリスみたいなもんか。ん？なんだ？これでいいかな？ほ？ちょっと待って、もう一回。何？うん。メモ？読めねえ。字が汚すぎて読めない。あー、リスが持ってる。どうにかしろってか。素直に返してくれるかな。あ、てか精霊ちゃんがなんとかしてくれるかな。
精霊ちゃん何ともしてくんないのか。何ともしてくんないのか。なんだ？あー、これなんかね、上に戻れるっぽいんですよね。もしかしたらあのリスを何とかするための、あ、違う、下に行くのか。下か。あ、精霊ちゃんが なんかしてくれる。草が生えたぞ。おお。え、ガンガン力を使ってもらってるけど、花が咲いただけ。なんかいろいろやれるもんがあるっぽいけど、これは。あー、ちょっと待って、よくわからん。何をどうすればいいんだ。あ、これはもしかして奴から電話が来るんじゃない。来た来た。待ってたよ博士。研究の方はどうだい。うんうん。で、何が言いたい。月から、月から地球に、地球に行けってか。核まみれの地球に。ロケットを作らなきゃいけないと言っている。これはこの奥ってことか。いや、うん、で、そのためにはなんかね、上のジジイがなんか知ってるから、それをどうにかしなきゃいけないんだけど、ここになんかヒントがあったりする？あ、私だ。あ、なんか、私結構映ってんな、カメラに。なんか、ヒントはないのか。なさそうね。ってなると、できることをやるしかないな。これとか。これもだから花が咲くまで、この子に頑張ってもらえばいいんだな。桜？いや、まだいける。実がなったよ。あ、そういうことか。これで、オッケーオッケー。これで、あのリスを手なずけて、奪う。ちょ、エレベーター上がってくる瞬間面白かった、今。あのポーズで上がってきたんだけど。これでいけるんじゃない？これ。やるよ。大丈夫。悪いシャピックじゃないから。オッケー。いい子だ。いい子だ。これで、710893って書いてんな。あ、じゃあもうこの人にはもう用はないのか。710893を入力しに行けばいいんか。こっちで。710893だから。いやー、ちょっと待って。これだよね、多分。この。これだよな。これをなんとかするんだろうけど。いやー、ちょっと待てよ。これだけではわからんな。あ、ここで入れんの？なんだよ。なんだよ。くそ。
騙された。よし、これでいいんだな。開いた。よし、いよいよラストだ。いやー、長かったね。ついに地球を救う時が来たんだな。で、とりあえず触れるもんが全然ないな。これか。これで、うん、なんか起動したっぽい。なんかあ、なんかエラーが起こってんぞ。なんかエラーが起こってるっぽいな。待った、これはこっちかな。これもバルブを回せばいいのか。いや、なんかね、エラーが起こってるっぽいんだよね。っていうか、ちょっと待って。精霊ちゃん勝手に触ってるけど大丈夫か、あれ。なんか勝手に触ってるよな、あいつ。なんか入れるんだけど。ああ、泳げるんだ。これロケットっぽいよね。うん、なんだ？魚がいるから進めない？こっちには。あ。これもしかしてあれか。魚釣りのおっさん。もっかい。そっちかい。いや、触れないぞ。あれを取るんじゃないのかな、これを。取れないね。どうすればいいんだ？これ、この魚の仕掛けをこの左のこいつに食わせればいいと思うんだけど、なんだ？一旦出るか。こっち側には触れるもんはない。あ、もしかしてこっからさ、水槽叩いて、魚を、あ、なんか出てきたぞ。なんか出てきたわ。変なヤドカリみたいなやつがいるな。これもしかして、こいつを、この変なヤドカリを、取って、いや、違うな。なんか変なものを取ったな、今。なんだ？これもしかして、いや、違う。あ、そういうことか。これか。おー、そういうことか。オッケー、これで、
ああ、多分ロケットが発射できない状態になってるってことか。なんか、瓦礫に埋まって。これ入って大丈夫なのかな？なんだ？これ以上奥には進めないっぽいぞ。ってことはもう、戻っていいのか？とりあえず、妙な瓦礫は撤去したけど。いや、まだっぽいな。なんだこれ。これもしかしてなんか大事？ちょっと待ってね。なんかよくわからん。へえ、なんかよくわからんぞ。ああ、もしかしてこれマックスにすればいいってことかな？マックスなったよ。ええー、もう一回？もしかして、違う。で？行った。これで、準備完了じゃない？これ。よし、いけるよ。お前、いじってる場合じゃないぞ。行くぞ。シャピックのその登り方よ。よし、行こうぜ、地球へ。ゴー！よし。ホッパーくん。ホッパーくん、最後に挨拶したかった。想像以上にあれだけど、シャピック生身で大丈夫か？生身で、核まみれの。おお！地球が蘇った。いや、面白かったですね。謎解きもね、意外とこう手応えがあるっていうかね。まあ、触ってればそのうちできるっていうレベルではあるんですけど、ちょっとやっぱ考えさせられるっていうかね。まあ、そういうところがあって、非常にちょっとこう、適度な、程よい難易度の、良質な謎解きアドベンチャーっていう感じですね。まあ、ぜひ皆さんも一度プレイしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、シャピック・ザ・ムーンクエスト、今回で最終回になります。これまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。